こんばんはです。今日はお仕事があったのでお家ではない場所の配信になってます。まいちゃんとお話全然できなかった。こんばんはです。5分ぐらいしか話せなくて、まいちゃんのお話を聞いてます。やっほー。そう、お仕事今終わって帰ってきた感じです。15分のテロップが出たら終わります。私も、もしかしたらまたもう一回私配信できるかもなんですけど、それはそのもし配信できるってなってもその時ゲリラになると思います。やっほーやっほー。今日は前髪とかね、帽子かぶっててボサボサです。そう、今は里用のところに来てるんですけど、今日はね、すごいね、珍しい感じの組み合わせの同室だったから。そう、今日今いらっしゃらないんですよ、まだお会いしてないっていう。私の本来の同室の、そう、私は同部屋じゃないんです。そう、同部屋じゃない、パーコは違う人なんですけど、はい、で私がその違う方なんですけど、このまだね LINE は送ったんですけど、そう違うんですよ。どのぐらい、何時ぐらい、今どこにいらっしゃるんですかって LINE 送ったら教えてくださって、まだかえあのもうちょっと時間かかるっていう連絡が返ってきたので、配信しますって言って配信ちょっとだけやってます。なので今日はそのパーコと同じ部屋じゃないからそうです、違う方とお部屋一緒だから、やっぱりその方と合わせてね配信して。そう、同部屋ってやっぱりお互いのリズムがあるので、なのでちょっと今お邪魔させてもらってます。同部屋だとね、配信毎日してる子じゃない子もいるしっていうので、今こんな感じです。うちらはね、お互いがねずっと配信してる。そう、だいたい配信のタイミングも同じだから、そうなんだけど、あのその本当の同室の方にずっと配信させていただきます。そうなんですよ、同部屋問題ね。スクショしててなんかいい感じ。で、私のこのさ、この状態おもろいかな、肌から見たら。やばいね、隅っこに今しゃがんでまーす。しゃがみ中です。ギャン漏れ見えるか、隅っこしゃがん、自撮りして映って大丈夫かな。しゃがんでます私。自撮りしていこう。こんな感じこんな感じでしゃ、ガチしゃがみです。ガチしゃがみ、夕方越しちゃったんだけど送ります。飛び箱に寄りかかってるように見えるこれこれね、これはなんか机みたいな、台みたいなやつ。パセは？パセ毎日やってる。パセはね毎日やってる。今日会ってみてどうだった？会ってみて。うん、あの寝よった横で。あ、寝よった？なんかに巻かれて寝よった。首が灰色で。めっちゃ気持ちよさそうなのに巻かれて寝よった。そうでしょう。新幹線も今。そうだ。こんばんは。ボサボサだわ。今日は早寝頑張ろう。早
よね。早いよね。毎日早寝頑張ろうとか言ってたら全然さ、うん、ダラダラしちゃうから頑張ろう。私はこれで配信今日終わりです。ちょっと同部屋 あのね今までもそうだったように、同部屋の時は短めになります。でも外堂ではないです、同部屋。なんかさ、相手の配信に声が入るのが申し訳ないと思っちゃう。ののに、まあ、来てるんですけど今来てる分際で言うのはなんなんですけど、あの、そう、まいちゃん、まいちゃんにね、あんたはいつ空いてるんだって言ったら、え、空いてるよとか言って、え、いつって聞いたら全然空いてなくてびっくりした。もうまいちゃん、まいちゃんの体が心配すぎて、もう偉すぎて、もう偉い偉いです、まいちゃん。キュッキュッ、めっちゃ可愛い写真メール送ったから見て。夜ご飯だね、そっこれから何食べようかな、何食べましょう。アイス食べたいです。私。虹寝の5時起きでした。早っ。虹寝の5時起き？メール見たら嬉しい。今日意外とメールも送ってる。でもこの後、あの、本当に送りたいやつ送ります。最初あったメール返信して。お願いします、待ってます。私はメール送るね、またこの後。麻婆豆腐食べました。わ、いいね、麻婆豆腐いいね。なんか今日、今週かな、わかんないけど寒くなるみたいな聞いてたんですけど、全然暑くてビビってる。寒いよ、うん、寒いよ。移動中は長袖、なんか薄い長袖着てたんですけど、寒いよ。そっから暑すぎて、もうずっとノースリーブ。さすがに風邪ひくよってスタッフさんに笑われた。全然寒いとマジで本当に自分はまだまだノースリーブいけるっていう気温でしたけど、激寒とす。今は寒くないけど今日は移動中めっちゃ寒かった。上着は持ってきました。今は半袖。いや、ハウスでで、しかも珍しい時間、ラッシュで6時台に配信するのって何かあるよ、きっと。いやいや、何かあるって感じがなんかあるんだけど、何もないんだけど。神戸は蒸し暑い。そうなの？暑いの？お腹ピコピコ、今日は朝の10時からの、あ、嘘。さっき今かパンみたいな。穀物が入ってるから、めっちゃ隅に隅に見えるかな。じゃ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 、広島30度。確かに30度は強いね。30超えると暑いかな。じゃじゃじゃ、そう、体育座り。やばい、めっちゃお腹すいた。こんな感じ。今日私が食べたのは揚げ鶏とエビとイカの明太子サラダと、雑穀が切れてるフランスパンチョコチップ食べました。だからもう今腹ペコです。雑穀の切れてる、入ってるらしい、あのフランス。ほー、すごい。値上げ前にファンレター書いてるけど、なかなか書き終わらない。そうだよ、10月から値上げですからね。待ってるよ。職場で広島郵便局支所箱第4号。そう、今日はサッチの生誕あってるから。そうだよ、もう始まった、ね、初生誕。うん、
15分テロップが出たら終わります。終わります。初サッチーの生誕じゃん。誰からのお手紙とかなんだろうね。3期生初生誕でもまだ 2.5 期ちゃんの生誕やってないことで。確かに。そう、昇格してからまだ誕生日。確かに。くるくるがね、先日も変えたけど、まだ発表っていうか、いつと何のやつで出るか。確かに。ケルケルに。ドキドキドキ。今日さ、やばい。見て。右眉毛描いてなかった今日。ない。 Nothing。 ピャー。眉毛グッグ。何時起きだったの今日。8時とかとかとか。遅かったです。今日の感じめっちゃ好き。嬉しい。大人っぽい。珍しい。大人。何が違うんだろう。大人大人。移動中にペペペペペってしたんやけど大丈夫そう。ペペ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 ペ。綺麗。嬉しい。まつげめっちゃ綺麗。でもね、まつげがね、もうね、バラバラになってきてるの。伸びだー、伸びだー。朝空見れるね。8時からだからね、朝空ね。新視点。いいお腹。いいお腹だし。母ちゃんに会える12月は待ち遠しい。12月で、でも、サイン会。サイン会初めてだから楽しみ。でももうそれで終わっちゃって寂しい。寂しいですよ。良いお年をだよ。良いお年を。お、鍵穴始まった。みんな DMM で今日は僕隊公演が見れますよ。新潟楽しみ。新潟いっぱい、新潟マジでいっぱいお土産買おう。行くことあまりないから楽しい。せんべい買おう。買おう。分けっこしよう。しよう。やまびこみたい。なんかなんとか。今日なんかめっちゃタクシーで酔った。酔ったの？酔ってたあれ。あ、そうなんだ。うん、駅でしょ。うん。帰りも？帰りは目つぶってた方。その酔っちゃうから。私は酔い止め飲みました。酔い止め。前髪がいつもと違う。確かに薄いかもしれん。お姉さん嬉しい。こんばんは。お姉さんと話してる時もこんばんは。ピチッとしすぎてるからもうちょっと崩した方が絶対いいって言われる。こういうことなのか。バケッコする中に入れていいよ。じゃあ割り勘ね。割り勘助かるわ。人が増えたら払うお金が減るから助かっちゃうわ。じゃあせんべい割り勘で。それでは壇上を呼びたいと思います。13位ブラピーさん、12位ティーティーさん、11位サイダーさん、10位ヨウさん、8位トシキさん、8位アスパラさん、7位キズナさん、6位キステセリちゃん、5位パクチンさん、4位ララボイさん、3位コカジンさん、2位ヒロさん、そして1位はガイトさん。よっこよっこ。配信ゲリラだったんですけど見に来てくださった皆様ありがとうございます。お、こっちも15分経ちました。もしかしたらまたもう一回配信するかもしれないんですけど、でもない可能性もあるので、あまり期待せずに半々の気持ちで待っていてください。やるとしてもゲリラ。メール送ります。もうね、作ってるやつとか。それではこちらも壇上見たいと思います。壇上行きます。
13位コウジさん、12位ナオトさん、11位エハクさん、10位マコバヤさん、9位オミカンさん、8位サンちゃんだよ、7位シンイチさん、6位カイちゃん、5位アルテミスさん、4位ジロくん、3位サッタン、2位ゼータン、1位 G2 さん、ありがとうございます。ありがとう、見てくれてありがとうございました。ありがとう、メール送ります。またね、ありがとう。